からそうは、だからそれ言わないでって。そうは私の財力では無理なんですよ、この。おお、あ、手取ってる、飛ばせるんですね。これが今日持つ一番重いものだ。マグロじゃない。マグロじゃないですか。あら、松本さん借りた。よかったよかった。手巻きって言われてたんで、あれ手巻きじゃないじゃん。船長にもいじられたんじゃないの。すごい立派なリールついてるじゃん。あら、タムちゃんやる気じゃない。手袋持ってんじゃないのよ。こっそり。こっそり。やった。この前ね、山本忍のね、ノーヒットノーランの実況したから、あれ実況だったんですか。おお、初めて38年やって、ノーヒットノーラン初めて。本当ですか。そこでね、今年の運は使いました。お、水面が今日美しい。素晴らしい。ぴったりだしな、今日なんか違うな、俺。おお、あ、すみません。あれももう人の手借りましたよね、今ね。え、ここはいいんだよ。はい、おはようございます。さあ、いよいよ木肌ですね。おお、腕が鳴りますね、マジ。かかったらでかいみたいな。50キロ。小田原モンスター、小田モン。女性上げてますからね。そうですね、62.5。一昨年62キロつった女性が。いました、いました、いました。じゃあ、俺はバラす。やりましたね。なんかでもね、一貫の釣りちゃん見てるじゃん。それなくてもいいのかなと思ってた。そんなレベル低いみたいな。いやいや、これだってほら、演歌歌手さんは演歌歌手はもう釣んなくてもいいんでしょ。わらさん、わらしてました。何また何なんかさ、とにかく差をつけたいんだよ。これね、あんまりよくない。俺もやったけど、やってくれる持ってるけど、これ使わないけど生餌がいい。あら、生餌をつけて。知ってるよ。抱き合わせだから1個これつけるんですよ。知ってるよ。そうなんですか。要するに餌取りに取られて何にもなくなるように。餌取りいないから。キクテンに言われたことそのまま喋ってるだけなんだよ。まあでもとりあえずね。まあやってみてください。そうですね。はい。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お願いします。今日は数ですか。数じゃない。釣れなきゃねえだろ。そうだ。失礼しました。とりあえずかけるかかけないかだよ。そうですね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。もしかかったら走らせて。しばらく止まるから。したら止まるから。走ってないな、もう。いろんな言い方する人だけど、走った時にかけろっていう人もいるし、そうすると歯にかかったらプチン切れちゃうんだよね。ばっちゃんに教えちゃった。優しいなと思って。わかんないから。おお。一本じゃねえよこれ。おお。そういうプレッシャーいらない。3730ね。ちょっと流しとくからね。ここで切らさないようにやり返してって。と左の前と右の後ろに。おいおいおい、左前。あれ囲まれたかこれ。いやそういうのもいらないよ。すげえ緊張すんだけど。上手の曲が流れて。いや本当緊張するわこれ。囲まれたか。囲まれちゃったよ。お、ゴムでできてるんですか。ルアーみたいな。ルアーだね。あれエビの形してるんだ。色が緑だからさ。なんかいろんな色があったんだけど。結構なってますよ。もう抱き合わせだけだよ。まあやってみましょう。はい、この山がこう水になってるの分かります。はい。そのあたりに鳥がいますよね。はい、います。あそこのとこマグロが入る。あれか。鳥いるもん。近くになっても釣れない。近くなっても釣れない？あのね、上しか泳いでない。ああ。こうほらベイトをかけてこう来るでしょ。はいはい。そうすると下何にもいなくなっちゃう。いなく。ああ。へえ。だからルアーはいい。そうですよね、確かに。でかいの羽だ。今あそこの鳥山の真下で跳ねた。少しいます。ちょっと入ってるよ。海みたいだった。あ、そうですか。うわうわうわ。ああすごい。跳ねた？跳ねてる、あそこ今鳥行ってるもん。おお跳ねてる。おお今の見えた。おお跳ねてる跳ねてる。おおこの北山線行ってる。あれちっちゃいな。ああ跳ねた。おおルアーだルアー今日。飛ばせたねえぞこれ。舐められてるぞ。まあ跳ねたんで見ただけでいいな今日は。でかあ前出てもんな。ほらほらほら来た。でも上すぎる。スーパーボイルじゃんこれ。でも20キロぐらいや。うわ飛んでる。うわ。持ち上げられちゃうよこれいやだってもっと船が移動したイメージあるけど今日移動しないですね。今の釣り方前は群れを追って先回りっていうの。今こうやって入ってくるのこの狭いで入ってくるの。あスタイル変わったんですか。スタイルが時期。あそうなんですか。カツオとかいる時はもうちょっと群れを追ってああそういうことか。今はもうカツオいないから入ってくるのはもう。あそういうことか。やってるし。なんか朝の一面ね。松尾さん祭ってないですか？祭ってんだよ。祭ってんだよ。祭ってんだよ。松本アタックにやった。何やってんすか？なんですかそれ。マジ清めないと。清めた。いやこれで行きます。今日車じゃないでしょうね。車じゃない。電車。電車。やったー。たまにはいいっすね。こんななってる。そうよ。10メーター下まで来ちゃってんのよ。間違いないよ。誰か来い。いやー食わせてー。いや最近でよこたんと。いやすごい。半端ないよ俺。半端ないわかる。言ってることわかる。すげえ。マジか。水中ドローン持ってる水中ドローン。そうだ。おかしいよこれ。ないよ。食わないのおかしい。なんでだろう。こんだけ動いてんの。またこんなになっちゃった。すいませんどうもありがとうございます。いただきます。あ、何をね。常連さんからいただいたの。持ってこいよな、仕掛けぐらい。え？仕掛けぐらい持ってこいよな。ごめん3000。3000。俺が作ったら一番いいんだけど。ダメですね。皆さんと真似しないで、はい、ちゃんとレンタルはしょうがないです。高いんで、はい、仕掛けお願いします。はい、持ってきてください。ありがとうございます。日刊スポーツはそういうことで見ましょう。そうですね。はい、もうちょっと1時間だな。まずいな。そうですね。今見た、うん、素人なんでドラグ緩いままやってるから見れるってなるんですよ。ああ、ちょっと抑えなきゃダメです。なるほど。そこから教えなきゃダメですよね。そこからですかね。そこからでしたね今ね。あと普通こう上げるときはドラグきつくして上げて、はい、で下ろしたときにしゃくってやったときには調整するっていうのが普通の流れです。普通の流れです。そうですか。はい。こう上げるときに緩いんで。入れてやると、なるほど、どんどん早く上がってくるんです。なるほど。この時間もね、トータルしたら結構な時間になるんだよ。なるほど。あ、いいこれいけそうじゃない。3兄弟、3兄弟。うわ、でっけえ。これがいるからだ。引っ張ってる、引っ張ってる。どうもすんずれしました。だよ。ドキドキしちゃったじゃないかよ。だよ。だけどしょうがないな、誰もの人だもん。そうですね。誰か当たってりゃねあれだけど、うん、体は何回か行ってやっぱ行き当たるかとか。うん。絡むと思ったでしょう。違う。餌の付け方がひどい。ああいうことは絶対しないもん。万歳。はい、あいだせー。これでうわうわ。すげえすげえすげえ。針引っかかった。針引っかかった。あ、本当だ。針引っかかった。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。疲れた。疲れましたね。まだ早いね。早かったですね。早いですか。まずまだまあコマ線ついてない。いや、そうでもない。上がってるのはパラパラなんで、お腹空かすのはまだちょっと先なんですけど。そうですね。そんな感じでしたね。反応あったので。魔人をはじめね、もうここらの名人の方が10人近くいて、それで上がらない、当たらないんだ、まあそういう日ありますよ、仕事期にね、かかるわけそりゃそうでしょ、仕掛け持ってこんで、あら、そりゃそうだもん、すいませんでした、本当に、本当に、それは本当に入れて、テレビ入れといて、はい、仕掛けは自分のちゃんと持ってきましょう、手ぶらですか、手ぶらですか、いや、オキアミの。いやそんなの全然使いようないな。疑似餌を。まあでも今日は本当渋かったっていうかね。でもこれはこういう釣りなんで、本当何回か来て一回当たるっていうか。なるほどね。っていう釣りなんで。痛かったなそのガガジャーンって走るところをね。じゃあ次はマジ。あティップラン釣った。ティップランやれてたんだ。また自主トレを積んでこよう。次回頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、疲れましたね。はい。